もクライネット奏者なおです。今日はちょっとサムネでびっくりさせてしまって申し訳ないんですけれども、大切なお知らせということでお話しさせていただきたいと思います。まあ、大切なお知らせって言ってもね、私が YouTube やめますとか何かこう謝罪しますみたいなね動画じゃないんですけれども、今日のお話はサブチャンネルをねちょっと立ち上げようと思って、そのお知らせの動画でございます。で、YouTube の今メインチャンネル、このチャンネルっていうのは、演奏とか音楽とか、まあ、音楽関係の雑談だったり対談動画だったりね、この間ウッツー先生とやったような動画だったりするんですけれども、それとはまた別に全く音楽に関係ないチャンネルを1個立ち上げようと思っております。で、タイトル今考えてて、なおの旅&日常っていう、タイトルにしようかな。まあ、旅と日常が逆になるかもしれないですけど、タイトルにしようかなと思って今から作るところです。で、まあ、できればね、私のことの、ね、日常生活が見たいとか、旅動画の、要するにどっか遠方に行った時の旅動画が見たいとか、そういう人は、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなっていう単なる告知なんですけれども、まあ、どういった動画が流れるかっていうと、まず、1個目は、まあ、今言った通り旅動画、自分が遠征したり、まあ、仕事で、ね、地方に行ったりとかいろんな出張した時の、鉄道の動画とか、鉄道に乗る時のシーンとか、鉄道の中のシーンとか風景撮影とか、あと旅先でのいろんな場所の撮影とか、それに対していろいろ喋ったりとかするような動画を、もう実はストックが結構あるんですよ。なのでそれを週1本ぐらいか2本ぐらい上げていくようなチャンネルにしていこうかなと思ってます。それがまず1個目で、もう1個日常なんですけれども、例えばイベントの舞台裏だったりとか、あとなんだろう、まあ、ウッツー先生のイベントの舞台裏だったり、自分がやるイベントの舞台裏だったりとか、あとそのなんていうのかな、普段私が知ってる仕事のことのお話とかを雑談形式で喋ったりとか、ビジネスの話とか商売の話とか、まあ、社会にまだ出てない中高生多いと思うんですけど、まあ、こういう社会人もいるんだよっていうようなアプローチ、ちょっと自分の場合は普通のサラリーマンとは違うので、まあ、そういうなんか新しい新鮮なね、お話したりとか、あと会社の様子としてこんな感じで仕事してますよとか、あと、ね、音楽の仕事でもこういう風な舞台裏ですよとか、まあ、仕事の舞台裏ですよね、どっちかというと。それは自分の社長業としての舞台裏とか、あと音楽家としての舞台裏をこう映せたらなぁなんて思ってます。あと、なんだろう、録音の、まあ、音楽全く関係ないって言いつつ、録音のその機材の紹介とか、こういう環境で録音してる録音の仕方とか、編集の仕方とか、そういうのも、まあ、日常とか旅動画で喋れたら、旅動画じゃないけど、日常のこのチャンネルじゃないサブチャンネルでお話できたらなぁなんて思っております。あと、まあ、自分の趣味のお話もちょっとしていこうかなと。趣味のお話とか趣味の動画とか、例えば小説読むの好きなんで、まあ、星一さん好きなんで、その紹介だとか、あとなんで、まあ、そうするともうジャンルがぐじゃぐじゃになっていくような気もするんですけど、自分の好きなオセロの実況だとか、あとゲームの実況だとか、まあ、ゲーム実況はね、もしやるとしたら別チャンネルになるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずそれまでは日常の方でやっていこうかなって思いますね。あと、まあ、ちょっと18歳未満の方はちょっと見るのは厳しくなると思うんですけれども、パチンコパチスロの、動画を少し、あとゲームセンターとかで遊んでるような動画、撮影 OK なところを見つけ次第ですけど、まあ、チャレンジャーさっててんで、サッチャレっていうところがあるんですけど、そこ のオーナーさんは自分のこと知ってるので、まあ、そういうところでお話しするような話とか動画とか、実践動画とかできたら面白いかな、日常の方で、まあ、自分の好きなことをひたすらやるようなあのなんとかチャンネルにできたらなって、まあ、自分の趣味っていうか、趣味とか仕事とか舞台裏とかそういう話ができたらななんて思ってます。まあ、鉄道もね、旅も好きなので、そこら辺も趣味になるのかな。あと普段ドライブする時の動画とか、まあ、そういうのもいいかななんて思ってますけど、まあ、要は音楽チャンネルでできないことを全部日常&旅動画で全部まとめてやっていこうかななんて思っております。私のプライベートをこう映像にしていくみたいなそんな感じで、重要あるか分かりませんけれども、で、まあ、方式はちょっとね、ちゃんと動画出たら分かると思うんですけど、ちょっとスーツさん、YouTuber の鉄道系 YouTuber のスーツさんみたいな感じで、その撮ったさ動画に対してこういろいろこうなんていうのかな、喋っていく、解説していくようなスタイルでやっていこうと思うので、もしよかったらチャンネル登録していただけると、これからの動画見ることができるんで、まだね、この今動画を撮ってる時点では何も動画上がってませんけれどもね、動画上がるように、まあ、来週か今週末ぐらいから動画上がるようにしていきたいと思うんで、まあ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。特にね、3分の1ぐらい登録していただけると非常に嬉しいので、1000人ぐらいか、厳しいかな
まあまあ自分に興味がある人が、ね、登録していただけるとすごく嬉しいなと思います。オフ会の裏側もそっちで流そうかなと思ってます。あのオフ会のあでもオフ会は音楽チャンネルかな、ごめんなさい、二点差として申し訳ないんですけれども、はい、まあ日常チャンネルを作るということですので、もしね楽しんでいただけたら幸いでございますっていうねお知らせの動画でございました。東京オフ会を近々企画したいと思っております。東京オフ会は人数によって場所が結構変わってしまうので、まあ募集かけてから場所は決めていきたいかなと思うけれども、そうなるとやっぱりちょっと先になると思います。今年に募集かけ、今月か来月頭ぐらいに、まあ、今年中に募集かけて3月とか4月とか、まあ、その辺でやる開催するような流れになるんじゃないかなって、春休みかな、春休み目指して、まあ、ちょっとイベントというかオフ会というか、まあ、人数規模はね10人20人でしょうから、まあ、その緩い感じでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますということでね、はい、今日はそんな感じのお知らせでございました。楽しんでいただけたチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。あとサブチャンネルの方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram やって気軽にフォローいただけたらと思います。では今日はこんな感じでね、短いですけれども失礼いたします。